別は作ったんだけど、だから俺のホームページを最初作ってもらったりして、逆に俺こいつの絵を描いてたりしたんですよ。それの。そんで俺の個展に来てくれた時に、こいつがあれだったんですよ。二人で終わったの飯食ったんですよ。横浜 の、センター南のあたりで。で二人で食いながらなんかパソコン開いて、いろんな動画見せてくれたんで、写真とか覚えてるんだけど、見てて。見る動画が、本当に言ったら、セリさん、これ俺が見るんじゃなくて、本当 NHK とか、ちゃんとしたメディアが見る、覚えてる、ヨルダンとか、コーダホテルとか。ああ。何ホテル？コーダさんって方が撃たれたんだっけ、あれ。撃たれたんだ。僕、やっぱ半年前もう一回行ってきましたけど。撃たんか。あの、コーダ翔星君って言って、ニュースになりましたよ。今日でほら、クリッキー。ああ。で、彼はヨルダンから、イラクに行ったんですよ。うん、で、その時に、その前にイラクに行きたいんだけどって言った時に止められなかったそのホテルのオーナーがその後結構心に傷が残って、で次作るホテルに関しては、表向きは、英語では違う名前で表記するけどカタカナでコーダホテルって書いてある。その写真を見せてくれたんですよ。シェリーさん、これさ、俺が個人で見るんじゃなくて、これ日本の人とか世界の人知らない人いる、これ伝え、これ知ったらなんかそういう関係でなんかシェリーがなんか使い終われることになって、なんかつまりすごいな、お前ここに行ってる日本人って仲間がいない気がするんだけどと。いや結構最近はバックパッカーっていうよりは安宿旅行っていうのは結構ポピュラーになってきてる。でもあそう行くのがさ、あでもね、デンジャラスゾーンじゃないですかやっぱ。あでも僕ね、ナゴルノカラバフ共和国でよく言えるな、その一発目で日本人に会って、いたの日本人で、そういうジャーナリストの人じゃない、私の弟がボクシング、南京都高校のボクシングで村田亮太君と同い年だったっていう、あったりとかするから世の中狭いな、狭いっていうか、ほらほらほら、悩んでて悩んでいや、僕ねそんな何かを掴む、そのもちろんその世界広く飛び回っていらっしゃいますけど、事件の話もそうですし、なんかこう終わった後火事になったとかもありますけど、何かを掴むお力をなんかお持ちだなという、不思議なお力をお持ちだなというふうに今印象を受けました。でもね、毎回テーマは一緒なんですよ。元々が要するにアマチュアボクシングっていうのを大学に入った時に大学のボクシング部が伝統的に強かったので、すごい見てみて、中央何やったって強いでしょ、そもそも。で、まあ、何やっても強かったっていう意味で、結構やっぱ過酷系なところが多くて、でボクシングも実際昔の方が強かったんですよ。で、まあ、自分でこう格闘技を見ていくと、でそれでアマチュアボクシングを見てると結構面白いなと思って、でその時の代表クラスのメンバー見ても全然プロボクシングのトップクラスみたいな、全然素質的に遜色ないけど、なんで負けんだろうって思うのを、そこから転じて、僕の世代がみんな思うんですけど、格闘技ゲーム好きだった、ストリートファイターズ、はいはいはい、でストリートファイターズのテーマだったその俺より強いやつに会いに行くっていうのを、じゃないけど日本人より強い、技術っていうのはどんなもんか見に行こうと思ったっていうのがあるから、結局だからその後僕チベット行きましたけど、チベットに行くのもチベットに何か格闘技あるかなと思ってた。それおかしいで行く理由が、多分ね、チベットに行く人多分理由違うって言ったの。チベットに格闘技の匂いがしないから。しないよ。いやだから行くんですか。まあチベットには格闘技ってあるの。あ、結局チベットに格闘技があったかどうかって話でしょ。最初ね、チベットって、まあ、基本的にヒマラヤのあたりだよね。そうヒマラヤのこっち側ってあれだよね、一応地理的に言うと。まあ行こうと思ったきっかけが、Facebook が、どうして中国で禁止されてるかって、そのきっかけになった理由っていうのが、2010年にチベットの焼身自殺とかをアップロードし始めちゃった人がいて、それを機に一気に中国は、そうか、見たことあるな、あ僧侶だっけ。そう、それをアップロードし始めちゃった。でその後やっぱりフリーチベットっていう活動がすごい、日本でも結構報じられるようになった時に、言葉聞いたことある。ここにもともと民衆の骨抜きをすごく一生懸命する時代の中国の中で、なおか中国の中でチベットのその格闘技っていうのはどんな状況なんだろうと思ったんです。そこに行き着くのがすごいよね、いきなりそっちの路線から。行ってみようかなと思って、でチベットの格闘技どんな感じなんだろうと思って、行ってみようと思ったんですけど、やっぱりチベットって入るのすごい難しいんですよ。とにかくルールがコロコロ変わるんですけど、例えば外国人が行きたいんだったら
5人同じ国籍の人間を集めたら入っていいとか。はあ、すごいね、それ。でとにかくで僕がその僕の許された期間の中で彼らその条件を満たすのはかなり難しいから、だったら時効ね、時効なんですけど、ノーパミって当時そのバックパッカーの中で言われてる方法があったんですよ。パーミッション、ノーパーミッション、要するに許可なしで入る方法がいくつか、毎回あって、で、定番の方法がいくつかあるんですけど、例えばですよ、四川省生徒ってわかります？なるのと生徒、はい、そこから電車でみんな行くんですけど、その時に中国人であるようにこれ絶対バンされる、まあ、いやでもこれ海外でいくらでもあるよ。いやで僕は四川大学の、学生証の偽物の学生証を作って中入ろうかなっていう方法をがいくつか1個ありますと。もう一個は、とにかく外国人だと思われないように、例えば香港人だっていうふりをするっていう方法とかあるんですけど、まず切符を手に入れなきゃいけない時に方法があるんですよ。まず中国人に、買ってもらいます、チベット行きの、列車のチケットで、あとは自分で中国国内に行くチケットを買います。それはどういうチケットかっていうと、チベット行きの列車の前の時間に出発するチケットを買うんですよ。でまずプラットホームに行って、そのまま列車が出発してもホームで待ってると、次にチベット行きの列車が来るじゃないですか。それに乗ってチベットに行くときに、僕ら結構情報共有してるから、いつチェックが来るかまで分かってる。その間はトイレに入るとか、どっかの来てるじゃないか。いや、来てるの延長線。貧乏中学生の。まあ、海外やったな。50年前の話。あ、分かる。まあ、そういうのあり得るよ。あるともいろんなもの。で、で、あ、そうそう。水源ってこと僕やってませんから。なんでやってないかっていうと、まあ、僕のモラルの問題でやめた。もしくは、ホームが変わっちゃったな。チベット行きの、ホームと、中国のチベット以外に行くホームが別のとこになっちゃったから、この方法も通用しないって時にどうしようかなと思ったら、四川省の中にも東チベット、要するにチベット自治州っていうのがあって、ここには行けるなと思ったんです。あー、自治州、いや行けませんって話になったんですよ。だけどずっと調べてるうちに、なんで行けないかっていうと、やっぱり、まあ、昇進自殺が多いんです、うん、その中で一番多いのがアバっていう場所だったんですけど、アバに行ったら何かその一番ホットな、いわゆるそのソウルみたいな土着の文化っていうのが残ってるかなと思ったんですけど、アバに直接行こうとすると全部検問引っかかるんです。だけど、アバに行く直前に裏側の蘭州ってところからマチェンってところで一回下車して、マチェンからバスに乗ったら検問抜けられなって分かったんですよ。まあ、日本でもあるのそういうのな、そういう系直接行ったらったお前どこ行くのって話ですけど、実際こう歓迎してくれて、お前一番ボスの隣に座れって言って座らせてもらったんですよね。でそのまず写真一緒に撮ろうって言ってボスがこう撮ったんですけど、なぜか僕だけを撮ったんですよ。親と思って、うん、で一人英語喋れる人が言ってくれたのが、彼は
あのこの地域のミリタリーコマンダーですと、軍の司令の人ですと。でおっとと思ってしくじったと思ってで両サイドはこの地域の警察の一番上の人ですと。で